皆さん、こんにちは。生涯現役オンライン塾の、君平良三です。今日は、生涯現役オンライン塾の、講座番号305番、20代にやっておくべきことということでお話をいたします。これはですね、85歳の、自称現役のですね、国際ビジネスコンサルタントの私がですね、自分自身、あるいは、私の周囲の方を見てですね、これだけは20代で、やっておいた方がいいということのですね、アドバイスでございます。今日はですね、出ております、Excel の表のようにですね、いろいろなことを、申し上げますけれどもですね、特に重要なことはですね、一番初め、ともかく20代のうちにですね、自分に適した仕事を見つけるということでございます。言うまでもなくね、世の中にはですね、20代でやっていたことと、全く違うことをですね、30代、40代でやって、大成功なさる方もおられますが、ほとんどの場合はですね、20代で自分に、適した仕事というのをですね、見つけて、それを30代、40代、で発展させていって、成功するというパターンがですね、多いようでございます。それでですね、よく20代前半、大学を出たぐらいでですね、自分に適した仕事は何か、考えろという方もおられますが、それは無理というものでございます。人間はやっぱり試行錯誤でね、いろいろやってみないとですね、わかりません。それで現代の皆さんがですね、恵まれているのは、我々の時代と違ってですね、20代で、学校を出て、企業に勤める。そうすると、原則終身雇用制でですね、そのままという時代だったんですけれども、今はですね、統計が示す通り、学校を卒業して、2、3年でですね、転社をするというですね、ことはごく普通にですね、行われております。それで世の中いろいろですね、こういう転職を斡旋する、会社、あるいは、インターネット上のサイトができてですね、自分に合わないと思ったらばですね、次の会社で、新しいことに挑戦すると。まあ、あんまり転々とするのは良くないんですけれどもですね、1つ、2つ、3つぐらい、20代の前半からですね、後半ぐらいに試みて、これが自分に合った仕事だというのをですね、見つけるのが良いと思います。ここで転職の基準というのをですね、お話しいたします。これはですね、転職すべきかどうかというですね、別な講座がありますので、それを参照していただきますが、私がもう若い頃からですね、考えていた3つの基準があります。それは準不動でですね、給料、それから勉強になるか、それから毎日が楽しいかという、この3つのですね、基準で、転職すべきかをですね、考えます。で、私のお勧めはですね、先ほど言いましたように、老後に備えてですね、資産の形成を始めるためにはですね、20代ではもう毎日が楽しくなくてもね、高給であること、あるいは、現在の仕事をすることでね、スキルのアップにつなぐということがですね、最も重要だと思います。まあ、あとは今は働き方改革の時代ですけどね、
残業が100時間あろうがね、150時間あろうが、日曜出勤があろうがね、まあ、そんなこと言うと労働基準局に怒られますけどね、ともかくね、稼ぐ。それで資産形成のですね、基礎を作らないとですね、30代、40代、50代、60代、それで自分でですね、企業、スタートアップですね、する場合なんかにのですね、資金が必要でございます。で、それとですね、同じように重要なことがですね、自分に合った、生涯のですね、仕事を見つけるためにはですね、自分独自のですね、スキルというものがなくてはありません。で、まあ、スキルと一般的に言ってもですね、いろいろありましてですね、もちろん何か、技術力ですね、自分にしかできない技術力を身につけることももちろん大事なんですけれども、営業力、あるいはコミュニケーション能力、あるいは人間関係のですね、を作るという能力などというのもですね、スキルのうちに入ります。それではこの2つについてですね、私自身、20代で何をやったかということをですね、ご参考までにお話しいたします。20代ではですね、私はですね、学部の延長で、電子工学科ですね、今でいうエレクトロニクスのですね、大学院の研究室に、行っておりました。いわゆる象牙の甲、象牙の塔ですね。そこでですね、学部の時はですね、大変面白かったので、大学院のですね、に進めば、もっと面白いと思って行ったらばですね、これは、甘くてですね、もう大学院に入って、半年ぐらいですね、ここは自分の来るべき場所ではないということに気がつきました。で、そこで辞めることも考えたんですが、私流の考え方ですね、人間は逆境の時に進歩するということですね、まあ、やると決めたからにはですね、辛抱してなんとか大学院を卒業しようというふうにですね、頑張りました。それで、忘れもしないですね、確かドクターコースのですね、あと卒業まで1年ぐらいあるという時にですね、なんと新聞広告でですね、当時は町工場に過ぎなかった、まあ、ほとんどの若い方は今ご存じないと思うんですけども、まあ、昔ですね、何十年の前に一世を風靡したですね、赤井電機株式会社というですね、テープレコーダー、ビデオレコーダーの会社がありましてですね、そこの新聞広告が目に留まりましてですね、ふざけてですね、試しに、深い考えもなしにですね、履歴書を送ってみたらばですね、社長が、面接をしたいという通知をですね、受けて、出かけていきました。それで、まあ、創業者の社長といってもですね、そのことはまだ町工場に過ぎなかったんですけども、1分、2分、5分、10分話してるうちにね、これはとても大学という象牙の塔にはね、いないというね、大変な、人間として尊敬できる人だということでですね、惚れ込みまして、中小企業の赤い電気に入りました。で、その後はですね、初めVTR の技術屋だったんですけれども、半年ぐらいにですね、創業者の社長に呼ばれましてですね、まあ、私のことを君さんと言ったんですけど、お前は、エンジニア好きじゃないだろう。もっと面白いことをやる。と言われましたね。いや、社長、実はね、私は子供の頃から、そのラジオなんか組み立ったりですね、アマチュア無線をやって、そのままずるずるっとですね、エンジニアになったんですけど、やっぱりあんまり向いてないと思います。いうところを申し上げたところですね、社長の鶴の一声でですね、もっと面白いことをやれということですね、いわゆるその経営というんですかね、マネジメントの世界にですね、転身いたしまして、全くですね、それまで歩んだ道というのをですね、と違う道に歩みました。で、これがですね、結局今となってみればですね、
自分に適した仕事、マネージメントとかですね、マーケティングとかですね、人を相手にですね、する仕事が自分は向いているということになりました。それから、スキルにつきましてはですね、大学時代もですね、物事を研究者というのはですね、物事の本質を見る力、あるいは分析力、あるいはその自分の研究した結果をですね、発表するプレゼン力というのはですね、身についておりましたのでですね、これがさらにその赤い電気に入りましてですね、人間関係とかコミュニケーションのですね、スキルをですね、身につけるようになりました。それで、若い方にですね、強く、お勧めするのはですね、最低限この2つ、20代のうちにですね、自分に適した、仕事を見つける。で、そのことと裏腹にですね、自分の得意とするスキルを身につけるということをですね、強くお勧めいたします。で、あとはですね、大体エクセルの表を見ていただくとわかるんですけど、人脈というのをですね、若いうちに、構築しておくことを勧めます。別講座でですね、人脈の作り方という講座がありますので、詳しくはそちらを見ていただきますけれどもですね、結論はですね、人脈というのは自然にできるものではなくて、自分で作ることということをですね、努力をしないといけません。それからですね、いわゆる発信力、こういう時代ですからですね、いかに優れたことをやっていてもですね、あるいはやれてもですね、そのことは自分で発信しなければですね、他人には分かっていただけないということで、発信力を身につけてください。具体的にはですね、当分あと何十年かはですね、AI が進んでも基本的にはパソコンを使うと思うので、パソコンの使い方、パワーポイント、あるいは、LINE とか Facebook とか YouTube とかホームページとかですね、SNS のですね、使い方をですね、十分身につけるということでございます。それからですね、1、2、3、4、5番目ですね、資産形成の計画を立てて、20代のうちに始めると、いうことでございます。それで、現在でも言われてますのはね、65歳ぐらいの定年時にですね、2000万円ぐらいの、資産がないと、人生100年時代、年金だけではですね、暮らせないと言われております。でも、今井はですね、申し訳ないことに、皆様、20代の方がですね、年を取られた次にですね、本当に年金がもらえるのかという問題もありますし、たとえもらえてもですね、絶対に年金だけでは、生活できません。そこでですね、自分の老後はですね、若いうちから、資産を形成してですね、自分で努力をしなければいけません。それで、私の場合を申しますとですね、幸いなことに、その動画の塔から、中小企業に移った赤い電気というのがですね、非常に当時、週刊誌でもですね、日本一のボーナスと騒がれたぐらいですね、いい高級料の会社でですね、この高級の給料、それからちょうど親の、遺産が若干入ってきましたので、これをもとにですね、なんとお恥ずかしながらですね、住宅ローンを組む頭金がないのでね、別途頭金のローンをですね、銀行さんに頼んで、幸いにもその創業者の赤井三郎さんがですね、保証人になってくれてですね、やっと住宅ローンを組んでですね、小さいんですけれども、品川区にですね、一戸建ての資産を作りました。で、これがですね、もう一度バブルが起きるという保証はないんで、不動産投資がいいという保証は全くないんですけれども、私の場合には幸運にもですね、この無理して住宅ローンで建てた住宅がですね、私がアメリカで、生活をしているときにですね、バブルの、一番ピークの頃にですね、約5倍で売れてですね、
これでもってアメリカで、投資をすることができたということでございます。それで、日本にもですね、拠出型企業年金っていうのかな、いろんなものが今見せてる、できてると思いますけど、私が長年アメリカでですね、サラリーマンというか、まあ、自営を含めましてね、やってたときに、IRA、日本語にやりますとですね、訳しますと、個人年金という制度がありましてね、当時の金で、夫婦1人当たり2000ドル、まあ今で言えば、30万円ぐらいですか、夫婦2人で60万円がですね、所得から控除されるというアカウントをですね、組み立ててまいりました。で、それが70歳になりますとね、今度は強制的にですね、法律で決められた一定額、例えば1万何千ドルはですね、下ろさなければならないという規則があるんですけれども、そんなのもですね、現在年金に、公的な年金に加えてですね、私の収入源になっております。あとはですね、Excel の表を大体見ていただくと分かるんですけれども、健康ですね、これに気をつけないと、いけません。健康がダメならばですね、良い仕事はできません。それから性格ですね。これはですね、一口に言いますとですね、自分の感情をコントロールするということで、カッとなってはいけません。で、大体先ほど申し上げましたようにね、人脈というのは、できるものじゃなくて作るということで、相当な苦労して作るんですけども、私がですね、せっかくできた人脈をですね、失った苦い経験がいくつかあるんですけど、その原因のほとんどはですね、カッとなった私の言動のためにですね、せっかくの友人なり、ビジネス上の、仲間をですね、失ってしまうということでございますので、若い頃からですね、自分の人格というものをですね、気をつけ、形成するように気をつけてください。それからあとは良い死ですね。私の場合には20代では幸いなことに、その赤井電機の創業者の赤井三郎という、大変な師匠がありましてね、もうこの方は58歳で救出されたんですけど、今この年80歳になってもね、なんか困った時にはですね、赤井三郎さんならこの場合何と言うだろうかという誘引で、考えるぐらいですね、我が生涯の師匠でございます。で、あと、その後はですね、あんまり尊敬すべき人に会いませんので、いわゆるその本の著者とかね、講演会の講師とか、そういう方をですね、いわゆる一方的に、失脚ですね、陰ながら去ってですね、我が人一人の。それで何かこういう自分の師となる方がいないとね、この SNS で情報洪水時代にですね、何を信じるかということがわからないので、自分の死というものをですね、持っておくことがですね、重要なことでございます。あとはですね、政治への参加。今はせっかく選挙のですね、投票年齢が下がったのに、多くの方が投票に行きません。俺が一票入れてもね、何が変わるかというのはですね、根本的に間違ってて、そういう方がですね、多く集まればですね、今の政治を変えることができます。で、私の言い分はですね、今の日本の政治は間違ってます。過去30年以来ね、国際競争力がね、先進国の中で、日本だけが落ちている、あるいは実質賃金ですね、落ちているのは、この30年間の悪政の結果です。で、この悪政というのはですね、今の、内閣ですね、総理大臣になります。だからこれはですね、何としてでもみんなで選挙に参加してですね、変えなければいけません。それからあとはですね、歴史を学ぶ。これは歴史というのはですね、もう私も随分年取ってから勉強しましたけど、繰り返し起きてましてね、いわゆる歴史は繰り返す。新しいことが起きたときにね、過去の歴史を振り返ってみればね、そんなに驚くべきことではありません。一例を申し上げればですね、コロナなんていうのもね、今から100年前に、スペイン風邪というのが大流行しましてね、何千万人の方が亡くなってるんですね。
で、それがまた来たと。で、幸いそのワクチンその他ができておりますので、ただ、それに対してそんなに真剣に悩むことはありません。それから最後に家族計画ですね。これはですね、私が憂いておりますが、今の若い方のほとんどがね、結婚をしない、結婚をしても子供を作らない、いうことなんですが、極端な話、2人でね、男女いたとしましてね、結婚してもしなくても、子供を作らなければね、人口はね、瞬く間にですね、半減してしまいますよね。で、日本、1億2000万はいらないんですけどね、やっぱりヨーロッパのドイツとかフランスを見ますとね、人口というのは5000万とか6000万ぐらいはね、いないと国家としての効率は落ちますので、これはいけません。それで、具体的なこの解決策はね、仕事ばかり打ち込まないで、気晴らしだと思ってですね、異性に若い子から興味を持っていただくと、まあ私なんか持ちすぎだというね、批判も受けてるんですけど、まあ何をやったかというと、20代で結婚してですね、今3人の娘に囲まれております。で、ともかくね、異性と付き合うと、まあ女性だったら男性、異性と付き合うというのもですね、一つのスキルのうちで、これを20代ぐらいにですね、ほどほどに身につけてないとですね、後になっては、トゥーレイトになってしまいます。以上、大変簡単ですけれどもですね、あまり長いビデオはですね、若い方には嫌われますので、このあたりで、終わりにしていただきますが、あとはですね、これから出ます、その現役世代向けのですね、4つのビデオをですね、ぜひ見ていただいてですね、勉強していただきたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。